グレンストリート駅とは、ロングアイランド鉄道のオイスターベイ支線の駅である。この駅は、ニューヨーク州、グレンコーブ町のグレンストリートにある。グレンストリート駅は1867年5月16日に建設された際にその支線の終点となり、それは1869年に同線がローカストバレーに延伸されるまで続いた。グレンコーブ。 エスファーストレールロードステーションはズローケイテッド、ツーザ・オブ・ザ・カレント・ステーション、オン・ザ・ランド・ナウ・オキパイド・バイ、エイ・バーガー・キング、それは1888年に置き換えられた。それは、アメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されていないが、1967年からニューヨーク州の歴史的建造物として登録されている。この駅は、高床の端式ホームを2面有し、 どちらも有効長は1.5両である。1番線に隣接する西側のプラットフォームは通常南行きまたはニューヨーク行き列車が使用する。2番線に隣接する東側のプラットフォームは通常北行きまたはオイスター米行き列車が使用する。オイスター米支線はこの場所では2000である。かつて小さな貨物ヤードが線路の東行き側に存在したが、 そこは現在ラケットクラブが使用している。ウィキメディアコモンズには、グレンストリート駅に関するカテゴリーがあります。グレンストリート駅のニューヨーク州立史跡の名番、ありがとうございます。